でゴミの漂着っていうのが体感であったりだとか、はい、体験としてこの季節にはこれぐらい、まあ、いっぱいあると、うん、少ないとか、はい、そういうこと、なんていうんですか、経験値みたいなのがあったんですけど、はい、それを実際に数字にしてみる。でやっぱり冬は増えるよねとかいうのを数値で見れるようにしたんですか。今後関わる人が増えるためにも、五島市内だけじゃなくてウェブサイトという形で五島市内の事業者さんだったりとか、観光でエコツーリズムに興味のある方とか、そういった方にリーチしていくことで関わる人を増やしていくというのが、やっぱり撮影してて思うのは、中国、韓国だけじゃなくて日本のゴミ、まあ、地元のゴミもそれなりに占めてて、大体3分の1ずつぐらいはありますね。なのでやっぱりその海外からのゴミが多いっておっしゃる方多いですけど、やっぱり地元の方も海のゴミをなるべく増やさないようなことだけをしていただけると嬉しいです。